基本的に引退試合は投手ならマウンド、打者なら打席に立った時点で素晴らしいドラマであり感動を呼ぶわけですが、これまでプロ野球における引退試合の歴史では奇跡が何度も起こりましたよね。よって今回は名選手たちの引退試合で起こった奇跡のドラマについてまとめてみました。引退しなくていいのではないかと思ってしまうようなホームラン、チームメートが引退する選手を思い必死にプレーする姿、ファンからの大声援など、それぞれのエピソードを紹介していきたいと思いますので、ハンカチの準備ができた方はご一緒にどうぞ。最初に奇跡の引退試合を見せた選手として紹介するのは、俊足コーラとイケメンな顔立ちで野球ファンを虜にした男、井口忠人。1974年に東京都で生まれ、軟式野球チームで野球を始めた井口は小学校中学校と所属したチームで主将を務めるなど、幼少期からリーダーシップを発揮した選手でした。非常に濃い顔立ちであることからハーフとも疑われますが、純粋な日本人である井口は中学卒業後に東京都の強豪校國學院久我山へと進学、2年生の夏に甲子園大会へ出場しますが、主将に就任した最終学年では甲子園に出場することはできませんでした。その後井口は同級生である松井秀喜の打球を見たことで、今の自分ではプロの世界で通用しないと思い、青山学院大学への進学を決意すると、大学2年の秋季リーグ戦で三冠王を獲得するなど大活躍を見せて、プロ注目の選手へと成長しました。そんな中で井口は福岡ダイエーホークスを逆指名し、1996年のドラフト会議でホークスへの入団が決定したわけですが、ホークス入団直後のトークショーで、初めての披露宴を受けたら女性ファン獲得のために投げキスをするという公約を掲げています。その公約を実現させるべく、1年目の5月3日に1軍初出場を果たした井口は、第3打席でプロ初ホームランを満塁ホームランで飾るという衝撃的なデビューを飾り、投げキッスも披露。勢いのまま2年目からレギュラーに定着するも、なかなか打率を残すことができず、2000年には左肩の負傷によってショートのポジションを奪われてしまいます。そこで2001年から井口は守備位置をセカンドにコンバートしただけでなく、登録名を本名の忠人から漢字を変更し、心機一転スタートを切ったのです。すると井口は2001年から3番打者に定着し、打率2割6分1厘、30ホーマー97打点と素晴らしい打撃力を披露しただけでなく、44盗塁で盗塁王のタイトルも獲得、加えてベストナインゴールデングラブ賞も受賞する、まさに覚醒のシーズンとなりました。そこから井口は俊足コーダのセカンドとして日本球界を代表する打者へと成長し、2003年にはダイハード打線の一角として打率3割4分、27ホーマー109打点というセカンドの選手とは思えない打撃成績を残してみせたのです。そんな井口は大のワイン好きとしても知られていて、自宅のワインセラーには400本以上のワインがあるとも言われていますが、ワインと改名の力で圧倒的な存在となった井口は、2004年のシーズンオフにメジャーリーグへの挑戦を表明します。シカゴホワイトソックスと契約し、なかなか成功例が少ない日本人内野手としてメジャーへ挑戦すると、1年目からセカンドのレギュラーを獲得、いきなりチームのワールドシリーズ制覇にも貢献します。この時ホワイトソックスを率いていたオジー・ギーエン監督は、今年の MVP は井口みたいな野球を深く理解している選手はいない、彼がいたからホワイトソックスはワールドシリーズを制覇できたと井口への感謝を語っており、いかに彼が野球に対する造形が深いかが伺えますよね。ちなみにホワイトソックス時代には、本拠地のセルラーフィールドで井口が打席に入る時や好プレーを見せた時にブーイングに似たグーグーという不気味なうなり声をホームの観客が発するようになり、グーイングと呼ばれる井口への応援が定着したのでした。このようにメジャーの舞台で日本人内野手でも活躍できることを証明した井口ですが、3年目以降は成績を落としてしまい、様々な球団を転々とすると、2008年のシーズン終了後にはメジャーからのオファーがあったものの、家族の生活環境を優先して日本球界復帰を決断します。しかし井口が復帰先に選んだのは古巣のホークスではなく、幕張に本拠地を置く千葉ロッテマリーンズでした。新たにロッテのユニフォームを着た井口は、ホークス時代のように圧倒的な打撃成績を残すことはありませんでしたが、ロッテでの1年目である2009年は打率2割8分1厘19ホーマー、2年目の2010年は打率2割9分4厘17ホーマー103打点とさすがの打撃を披露し、統一球明けの2013年にはセカンドではなくファーストで出場することが増加して守備の負担が減ると、ロッテ移籍後最多となる23ホーマーを記録、ロッテでは主砲としての立場を作り上げていきました。しかし2014年から徐々に打撃に衰えが見え始めた井口は、2015年から代打での起用が多くなると、パリーグの最年長選手となった井口は2017年ついに決断を下すことになります。97年にホークスでプロの世界へ飛び込んだ井口は、17年6月20日に球団公式サイトを通じて、まだシーズンの途中ですが今シーズン限りで引退することを決めましたとコメントを出して引退を発表。そして9月24日に本拠地 ZOZO マリンスタジアムで迎えた日本ハムファイターズ戦が井口にとっての引退試合となりました。この試合ではまず始球式を長女が務めたところからスタートし、井口は6番 DH としてスタメン出場。マリンスタジアムには井口の引退を見届けようと満員のファンが詰めかけ、2回裏に迎えた第1打席からロッテならではの爆音で井口の応援歌をファンたちが叫びました。すると井口も声援に応えるように第1打席からレフト前ヒットを放ち、スタジアムを盛り上げると、チームも井口のために何とか勝利を飾ろうと奮闘します。その後このシーズンのロッテは正直あまり強さを見せれていなかったこともあり、9回
回までに1対3とリードを奪われたまま突入しますが、ここでドラマが待っていました。9回裏の攻撃は井口の前から始まる打順で、先頭は後に週刊誌の餌食になってしまう清田育弘が見事にヒットで出塁し、井口にホームランが出れば同点という場面を作ります。しかし日本ハムで当時守護神を務めていた増井宏敏がマウンドにいたこともあり、さすがにホームランは難しいかと思われましたが、ロッテファンからはホームランを願う大合唱。そして井口は初球から積極的に振りに行くと、ワンストライクツーボールから迎えた4球目、増井が投げた149キロのストレートを井口は歯を食いしばりながらフルスイングすると、打球はバックスクリーン右へとぐんぐん伸びていき、なんとスタンドイン。現役最終打席と思われた打席でチームを救う起死回生の同点ツーランを放ってみせたのです。当然スタジアムのファンは総立ちで井口を称えて、ベンチで見ていたロッテの選手たちも驚いている様子がありましたが、これで勢いを吹き返したロッテナインは12回裏、ワンアウト2、3塁のチャンスを作ると、最後はキャプテンの鈴木大地がライトへサヨナラヒットを放ち、井口の劇的同点ツーランを生かして引退試合を勝利で飾ったのでした。そしてロッテのチームメイトはサヨナラヒットを放った鈴木への手洗い祝福の前に井口へ大量のウォーターシャワーを浴びせましたが、試合後にはロッテを当時率いていた伊藤勤監督も、やっぱり役者が違う、帯同するのではなくしっかり2軍で練習を積んでゲームに合わせる、さすが井口だと井口の働きぶりを称賛。こうして奇跡が2度も起こった井口の引退試合は、間違いなく野球ファンの記憶に深く刻まれているはずです。続いて奇跡を起こしたのは誰からも愛された日本ハムのムードメーカー森本ひちょり。もともとサッカーが好きだったひちょりは小学校1年生の時に突発性円形脱毛症を発症してしまい、髪の毛、まつ毛、眉毛が抜け落ちるという厳しい時代を過ごしてきましたが、その後はサッカーと並行する形で野球と出会ったそうです。野球は帽子をかぶってプレーするということもあり、頭髪のことを気にせずに済むといった理由から徐々に野球へ打ち込むようになったそうで、 J リーグが発足した際にはプロサッカー選手を目指すか迷いながら参加した東京ヴェルディのテストで限界を感じた結果、サッカーは諦めたのだそうです。そこから野球に専念するようになったひちょりは高校時代東京都の名門帝京高校に入学し、3年生の時には主将として夏の甲子園に出場、和田剛からはバックスクリーンへホームランを放ちました。こうして帝京高校で目立った活躍を見せていたひちょりは98年のドラフト会議で日本ハムから4位指名を受けてプロの世界へと飛び込みます。しかしながらプロ入り直後の森本は相当尖っていて生意気だったようで、本人曰く当時僕がよくつるんでいたのは年齢の近い田中健介と実松和成です。サンバカトリオと呼ばれたように3人でやんちゃをすることも多く、僕らは先輩たちやコーチたちから問題児扱いされていましたと語るほどでした。さらに先輩やコーチは敵とまで思い込んでいた森本ですが、ある人物に出会ってその考えが一変します。新庄剛志、現日本ハム監督を務める球界のムードメーカー新庄ですが、まだ森本が一軍でレギュラーに定着できていない2004年にメジャー帰りの新庄が日本ハムに入団してから関係が始まりました。すると新庄は生意気な一人の姿を見てクソ生意気なやつと思ったそうですが、一人のプレーを見るとこいつ伸びるかもしれないと思い、生意気かどうかは関係なく声をかけたのでした。この新庄の心意気に胸を打たれたひちょりは新庄のことを師匠のように慕うようになると、スーパースターであり日本球界屈指の外野手でもある新庄の近くで野球の技術も学んだ森本は2006年にようやく外野のレギュラーを獲得します。その後2007年からは引退した新庄が着用していた背番号1を受け継ぐとベスト9を受賞し、パリーグを代表する外野手にまで成長。このまま北のリードオフマンとして大学ファイターズを引っ張ると思われていましたが、シーズンオフには達成感で燃え尽きてしまったというひちょりは2008年から徐々に出場機会を減らしていき、2010年のオフに FA 権を行使、長年過ごした日本ハムから横浜ベイスターズへと移籍します。しかし横浜での森本は日本ハム時代の輝きを見せることができず、2013年10月には戦力外通告を受けました。それでもひちょりはまだプロ野球選手としてのキャリアを諦めず、西武ライオンズの秋季キャンプにテスト生として参加すると、なんとか契約を勝ち取ります。この西武でもレギュラーとしての出場はほとんどありませんでしたが、ひちょりはベンチから出場している選手たちを支え、練習態度でも若手の見本となっていきます。そして2015年9月21日に会見を開いた森本ひちょりは現役引退を発表し、9月27日の楽天戦で引退試合を迎えることを決めます。この当時西武はクライマックスシリーズ争いを繰り広げていたため、ひちょりは8回表の守備固めから7番ライトで途中出場しますが、西武が3対1でリードしたため8回裏の攻撃を迎え、この攻撃でひちょりに打順が回らなければそのまま打席に立つことなく引退することになる状況でした。しかも打順はひちょりの7番とは程遠い1番からの攻撃であり、誰もがひちょりまで回らないと絶望しましたが、それでも西武の選手たちはひちょりさんまで回せという一心で奇跡を起こすことになります。まず1番の秋山翔吾がレフトへツーベースを放ち、続く森本と同級生の渡辺直人がデッドボールで出塁、さらに3番の浅村秀人が内野安打と打線がつながると、4番の中村武也は犠牲フライを放ち、ワンアウト1塁で5番のエルネストメヒアを迎えます。
しかしメヒアは初球のスライダーを引っ掛けサードゴロを打ってしまい、その瞬間森本も思わず、ああ何も考えてないんだろうなと併殺打を覚悟したといいます。ですが一人まで回すという思いはメヒアも同じだったようで、ファーストまで全力疾走を披露し、なんとかランナーを残してみせました。ちなみに一人は必死に走るメヒアの姿を見た感想として、2年間やってメヒアの全力疾走を見たのは初めてでしたよと語るなど、チームメイトが一つになった瞬間でした。ただ2アウトとなってしまい、6番の栗山拓実が出塁しなければ一人まで回らない状況で、栗山は必死にファールで粘り続け、意地のフォアボール、ついに一人まで打順を回してみせたのです。すると打席に向かう頃には仲間の必死な姿を見た一人の目からはポロポロと涙がこぼれ、ほとんどボールも見えなかったであろう現役最後の打席はあえなくサードゴロに終わりましたが、チームメイトが一人のためにを合言葉になんとか回した奇跡の打席となったのでした。こうして2年間のみの所属だった西武のチームメイトにも慕われ、愛された一人は引退セレモニーのスピーチで8回の裏、あのみんなのベンチでの一人さんに回せというその言葉に本当に感動しました。この決断をするまでに最後の最後まで心に残ったのはみんなの顔でした。正直みんなともうちょっと野球がしたかったです。みんなとの楽しかったことや悔しかったことはそれも良い経験として思い出となり、次の人生に生かしたいと思います、本当にありがとうと仲間たちへの感謝を口にしていました。この一人の引退試合を見ると、やはり仲間たちに与えた恩は最後に返ってくるんだなということがよくわかりますよね。その後は新庄監督の誘いで外野守備コーチとしてファイターズへ帰還していて、新たな守備職人育成のため日々奮闘している森本ですが、次のムードメーカーも同時に育ててほしいですね。次の奇跡は松坂世代を彩った仕事人小池正明。神奈川県横浜市の出身で、幼少期から野球の才能を発揮した小池は、中学生の時に平成の怪物松坂大輔と日本代表で知り合います。そこで松坂が横浜高校へ小池を誘ったことで、地元の名門横浜高校への進学を決断し、高校では1年の秋からレギュラーをつかみます。そしてエースの松坂を筆頭に小池、後藤武俊など将来のプロ野球選手を揃えた最強の横浜高校は甲子園春夏連覇を達成。後に松坂と対談した小池は、夏の甲子園で最後に松坂が決勝でノーヒットノーランをした時を振り返って、松坂が飛んでくるなと思ってたと質問すると、小池は全然思ってないと即答し、飛んでこないと思っていたからそもそもと松坂への信頼が厚かったことを明かしています。そんな小池は98年のドラフト6位で地元の横浜ベイスターズへ入団しますが、しばらく1軍での活躍は見られず、それでもプロ7年目の2005年にレフトのレギュラーに定着すると、自身初なる規定打席に達するだけではなく、もともと持っていた長打力を生かして20ホーマーを放つ活躍を見せました。ただ小池は翌年から再び出場機会を失ってしまい、暗黒時代の横浜でもがき苦しんでいると、2008年6月に当時落合博満監督のもと優勝争いの常連だった中日へとトレード移籍を果たします。すると中日では絶対的なレギュラーにこそ定着できなかったものの、代打や守備固めといった控えの選手として仕事をこなし、2010年2011年と横浜では絶対に達成できなかったであろうリーグ連覇を達成。しかし出場機会の減っていた小池は2011年のシーズンオフに FA 権を行使すると、4年ぶりに古巣横浜へと復帰することになりました。こうして愛する地元横浜に復帰した小池は、復帰1年目の2012年こそ88試合に出場しますが、すでに衰えは顕著で打率1割9分2厘という成績で終了。さらに2013年はほとんど出場機会がなく、10月1日に15年間過ごしたプロ野球選手からの引退を発表します。そして10月8日、横浜スタジアムの阪神タイガース戦で引退試合を迎えた小池は、7番ファーストとして先発出場を果たしたのですが、この試合で小池は2度の奇跡を起こすことになります。まず小池は4回で迎えた第2打席、2アウト3塁という場面でストレートを捉えると、振り抜いた打球は見事にスタンドへと運び、シーズン第1号ホームラン。また続く打席でもヒットを放ち、引退試合で2安打1ホーマーという十分すぎる結果で8回の最終打席を迎えると、現役最終打席に入った小池を横浜ベンチで見ていた高校時代からの同級生である後藤も涙を浮かべ、打席の小池も涙が止まらず、とてもボールにバットが当たるとは思えない状況でした。しかし涙で視界が滲む中で、小池はワンボールから投じられたど真ん中へのストレートを渾身のフルスイング、完璧に捉えた8球は横浜ファンの大歓声とともにレフトスタンドへと消えていき、なんと引退試合で2本目のホームランを放つという神業を見せたのでした。小池は涙を拭いながらダイヤモンドを一周すると、ベンチでは後藤と熱い抱擁を交わし、自らの花道を飾りました。ちなみに2本目のホームランは小池にとって現役通算55本目のホームランとなっていて、この55という数字は同級生の後藤が背負っていた背番号と同じ数字でした。過去に例を見ない引退試合での2ホーマーを放ってみせた小池は、最後のスピーチで、横浜で生まれ育ち野球を始め、ここ横浜スタジアムで野球をできたことを誇りに思います、家族には辛い思いをいっぱいさせてかっこ悪いパパでしたけど、最後の最後にかっこいいパパを見せれましたと、父親として最後にかっこいい姿を見せられたことを誇りました。現役時代は脇役に徹していた男が最後の最後で主役になる、これも引退試合の素晴らしい魅力なのかもしれませんね。
続いては西武とヤクルトで活躍したイブシ銀の好打者鈴木健。高校時代は浦和学院高校で188センチという日本人離れした圧倒的な体格から繰り出されるパワーを生かしたホームランを量産。当時の日本最多記録である高校通算83ホーマーを記録し、プロから注目されるスラッガーでした。そして87年のドラフト会議では早稲田大学への進学を示唆していた鈴木を西武が1位で指名し、結局高卒でプロの世界へ飛び込むことになりました。すると鈴木は卓越したバッティングセンスで3年目、4年目とイースタンリーグで首位打者を獲得し、1軍での活躍が期待されていましたが、当時の西武といえば黄金時代の真っ只中。ファーストには清原和博、サードには石毛博道、 DH にもデストラーデラ、ベルリンの壁レベルの高い壁がそびえ立っていたため、鈴木がいくら2軍で打ってもなかなかチャンスが回ってこなかったのです。そのため鈴木が話題になっていたのは金村義明と顔が似ているということが大半で、プレーで評価されることは少ない状況でした。それでも代打なので地道に結果を残していった鈴木は、黄金時代を支えた選手たちがチームを去っていくとスタメンに定着し、97年には巨人へ FA 移籍した清原和博の後を継いで4番に抜擢。大きなプレッシャーがあったはずですが、期待に応えた鈴木は打率3割1分に19ホーマー94打点と打ちまくり、ベストナインを受賞します。ただその活躍も長くは続かず、2000年から打撃の調子を落としてしまうと、2002年のシーズンオフに金銭トレードでセリーグのヤクルトへと移籍します。こうして一度野球選手として終わりを迎えかけた鈴木でしたが、ヤクルトでの1年目にサードのレギュラー岩村明則が怪我をしたため、開幕からスタメンをつかみ取ると、再び天才的なバッティングセンスが復活。最終的に打率3割1分7厘、20ホーマー95打点といずれの数字もキャリアハイを更新し、ベストナイン、さらにカブマック賞も受賞するなど、再び輝きを放ったのでした。しかし年齢による衰えはすぐに訪れてしまい、2005年からは故障と打撃不振が続いて、ほとんど出場機会をなくしていた鈴木は2007年9月20日に現役引退を発表します。そして10月4日、神宮球場での横浜戦で引退試合を迎えると、意外なドラマが起こることになります。この試合で鈴木は8回裏のワンアウトランナーなしの場面で宮本慎也の代打として出場。その現役最後の打席で横浜3番手の横山道也は鈴木に対して全球ストレート勝負で挑み、鈴木もフルスイングで対応していきますが、すぐに2ストライクと追い込まれてしまいます。それでも鈴木はギリギリのタイミングでボールに当てて空振り三振を喫することなく、怒涛のファールで粘り続け、徐々にフルスイングを続けていた鈴木も疲れたのか笑顔を浮かべる中、13球目に放った打球は三塁側フェンス際への小フライ、ついに現役生活に別れを告げると思われました。しかし横浜のサードで引退試合クラッシャーとも呼ばれる村田修一は、確実にボールは追いついたはずなのに捕球を見送るという粋な計らいを披露。この村田の行動には鈴木もニコニコと笑い、実況も取らない取らない取りませんと叫べば、神宮球場からは大きな拍手が鳴り響きました。その後もう1球ファウルで粘った鈴木は最後に15球目を完璧にセンター前へと運び、村田のアシストがあったものの、最後の打席を有終の美で飾ることができたのでした。こうして時には勝負の世界とはいえ、偉大な成績を残してきた選手へ対する忖度のあるプレーがあっても、納得できるのが引退試合のいいところなのかもしれませんね。次に紹介するのは、ヒーアンの愛称で熱狂的な阪神ファンに愛された代打の神様、檜山慎二郎。東洋大学を経て1991年のドラフト4位で阪神に入団した檜山でしたが、入団当初は新庄、亀山勤という2人の神神フィーバーの陰に隠れていた選手でした。それでも1995年の亀山の怪我により1軍に定着すると、96年には初めて1シーズンをレギュラーとしてプレーし、22ホーマーを記録。ちなみに来日外国人を除く阪神在籍の野手で1シーズンに20本以上のホームランを放った左打ちの選手は、藤田平、掛布正之に続いてこの年の檜山が3人目という快挙でした。ただ98年にはセリーグ1位の清原が記録した152三振に迫る153振を喫してしまうと、打撃での確実性が外国人助っ人並みだった檜山は徐々に出場機会が減少。それでも2001年には外野のレギュラーだった新庄が移籍し、期待されていた新外国人たちが軒並み不調という幸運にも恵まれて出場機会を得ると、無駄に長打を狙わないスタイルに変更していた檜山は自身初の打率3割を記録しました。そして2002年は星野選手監督の下でもレギュラーとして活躍した檜山でしたが、シーズンオフにはフロントに対してレギュラー構想の説明を求めるも回答がなかったとして FA 宣言。しかし期限内に他球団からのオファーは届かず、少し恥ずかしい形で阪神残留となりました。そんな檜山は見た目こそ衰えなかったものの、確実に年齢を重ねていたため能力の衰えは目立つようになり、2005年以降は徐々に代打での出場が基本線に。すると檜山は引退もささやかれていた2008年に驚異の代打成功率を記録し、八木浩に代わる代打の神様として定着するようになったのです。その後も檜山は代打の神様として名前がコールされると、甲子園球場は割れんばかりの歓声が湧き、阪神ファンは歓喜しましたが、2013年9月7日にはついに檜山も現役引退を表明しました。引退試合となった10月5日、甲子園で行われたライバル巨人との試合では5番ライトでスタメンに起用されましたが、3打数ノーヒットと結果を残すことができず、8回表の守備から交代し現役生活を終えたかと思われました。しかし阪神はこのシーズンを2位で終えると、クライマックスシリーズファーストステージに進出。まだ代打の神様として十分に戦力だった檜山は広島との
の大事なクライマックスシリーズにもベンチ入りを果たし、現役最後の打席は延長となります。すると第1戦の7回裏に代打で出場した檜山はショートフライに倒れますが、阪神は甲子園のアドバンテージがあったにもかかわらず初戦で敗戦。第2戦も9回裏2アウトまで7対2と大量リードを許して敗戦の危機に陥っていました。それでもランナーを2人貯めた状態で檜山が代打で登場し、本当の最終打席を迎えます。この打席に檜山は広島の高速球守護神ミコライオが投じ第2球目、インローへの154キロのストレートを檜山は思いっきり振り抜くと打球はライトスタンドへ。その瞬間、本拠地で不甲斐ない戦いを見せていた選手たちに怒りが爆発する寸前だった阪神ファンは、檜山の現役最後の打席で見せたホームランに歓喜し、その後も辛いさんこと新井貴浩が喫した敗北を決める三振は誰も気にしていませんでした。実際檜山は後のインタビューで、試合の翌日に球場に訪れた際、球団社長からお礼を言われました。お前のホームランで暴動化を防げたと。警察担当の球団の方からも甲子園所の所長がお礼を言ってました。檜山さんのホームランのおかげで警察署員を動員せずに済みましたと。とあのまま試合が終わっていれば何をしでかすかわからなかった阪神ファンの怒りを抑える奇跡のホームランを打ったことに感謝の言葉を伝えられたそうです。こうして引退試合の後にクライマックスシリーズでホームランを放ち、阪神ファンの怒りを抑えるあたり、檜山は阪神に愛された選手だったことがわかりますね。最後は堅実なバッティングと抜群の守備で日本球界を代表するショートとして活躍した石井拓郎。もともと石井は栃木県立足利工業高等学校に1年次から背番号1を背負い、2年生の時には夏の甲子園に投手として出場した経緯があります。そして98年のドラフト会議ではドラフト外で横浜に入団しますが、当然この時の石井は投手としての入団でした。すると高卒ルーキーシーズンから石井は1軍で初先発初勝利を収め、政権からは桑谷生と呼ばれるほど評価を受けていましたが、石井自身は当初から野手志望で篠塚和則に憧れを持っていたため、3年目のオフに当時のボスだった須藤豊監督に野手転向を申し出ます。須藤監督も投手不足という事情さえなければ最初から石井を野手転向させたい意向を持っていましたが、石井は須藤監督に対して投手はもう限界ですと発言。この言葉が気に入らなかった須藤監督は石井にブチ切れて、何が限界だ、その程度で限界ならもう野球をやめろと言い放ち、一度は野手転向を拒絶されたそうです。しかし最終的には野手転向を認められた石井は第二のスタートを切ると抜群のセンスと血の滲むような練習量をこなし、すぐに野手として覚醒。野手転向2年目の93年にサードでレギュラーに定着すると、いきなり盗塁王とゴールデングラブ賞のタイトルを獲得してみせます。その後96年からは大谷昭彦監督の意向によってショートへコンバートされた石井はすぐに対応し、98年にはマシンガン打線の一番打者として初の最多安打と2度目の盗塁王を獲得する活躍でチームを38年ぶりのリーグ優勝、そして日本一へと導きました。その後も日本球界を代表するショートとして攻守両面でハイレベルな活躍を見せていた石井は、2006年5月11日の楽天戦でついに通算2000本安打を達成。投手として勝ち星を挙げた選手としては川上哲治以来史上2人目の快挙でした。ただ徐々に衰えも見え始めた石井は2008年には16年ぶりに出場試合は100試合を割り92試合の出場。それでもチームの精神的な柱として横浜で現役を終えると思われていた石井でしたが、同年のシーズンオフ間際に暗黒時代で選手がいなかったにもかかわらず、横浜のフロントは石井に引退勧告を告げたのです。するとまだ現役続行の意思があった石井はこの引退勧告に不満を持ち、自ら球団に自由契約を申し出て横浜を退団。こうしてまさかの退団劇となった石井はオフに広島と契約を結ぶと、広島の選手になったはずなのに横浜スタジアムでの試合では石井が打席に立つ際に横浜ファンも応援に参加し、球場全体から大声援が送られるという異例の光景が見られました。そして広島ではスタメン出場こそ少なかったものの、渋い仕事を披露し続けた石井でしたが、2012年8月27日に記者会見を開き、12年シーズン限りでの引退を発表。そんな石井の引退試合は9月30日本拠地松田スタジアムで行われた阪神との試合で、横浜時代から慣れ親しんだ1番ショートでスタメン出場を果たすと2安打を放つ活躍を披露。しかしその後も石井は登録抹消されることなく、後日正真正銘の引退試合が行われることになります。その試合が10月8日に横浜スタジアムで行われた古巣横浜との一戦で、試合前長年プレーした横浜の地で引退セレモニーを開いてもらった石井は、盟友の三浦大輔、金城達彦から花束を受け取り、感傷的なムードが球場中に漂います。さらに1番ショートで出場した石井はフル出場を果たし、石井が打席に入った際には横浜時代からの応援歌が流れ、横浜ファンが歌詞の部分、広島ファンが拓郎コールで応援します。まさに球場に駆けつけた360度全てのファンが石井の応援をするという状態となると、石井も満足そうな顔でスタジアムを後にしたのでした。このように横浜ファン、広島ファン、どちらからも愛された石井の姿を見ると、偉大な選手というのはどこに行っても愛されるということも感じさせてくれます。現在もコーチとしてセリーグの球団を底上げしていて、彼のような好打者をこれからも育て上げてほしいですね。今回多くの野球ファンを感動させた奇跡の引退試合について紹介しましたが、今後もできるだけ多くの奇跡を野球の神様には引退試合で起こしてほしいと思います。それでは。